てこの車を開発するつもりは全くありません。全く自由な発想、ゼロベースで考える、これからの時代に最も最適なライフスタイルを提供する車を作りたい。新しい車を作ることに挑戦をいたします。そこでやっぱり自分が表現したかった特別な赤、その質感って何だろうということをもう一度追求していって表現したのが、最終的に選んだのがこの辺りです。入り方、黒が映り込んだりもします。そういった状態においてこのイメージ、自分それでいて特別というのを持った人にはこちらの赤だ。このクレーとかで言うともうほとんど仕上げの、段階になったりするんで、そういう、まあ、ニュアンス付けのところをやってます、作業として。